今日の、えー、ソラネットの話題はこちらでございます、はい、豆乳の話題なんですが、はいはい、今日実は10、とう <laughs> 2、乳 2> ごませで豆乳の日ということなんですよね。えーまあ、あの本当に、えー、ね最近豆乳の数がすごく多いんですけども、種類が、はい、福島県民は全国でも屈指の豆乳好きだった豆乳が進化しております。 えー、もうもはやね飲み物じゃなくなってきているという、えー、そういう話なんですよね。飲み物じゃないそもそもでも豆乳って何だと思いますか大豆豆乳こちら用意したんですけども、はい、豆乳って豆腐を作る際に大豆を水に浸してすり潰して水を加えて煮詰めた、うん 汁をこしたものです。で、はい、これにがり入れると、そのまま豆腐になる。ああ、なるほど。そういう話なんですよね。で、いろんな豆腐があります。うん、こちらでございますね、えー。無調整とか調整。まあ、皆さん知ってると思いますけど、一応説明していくと、はい、まず無調整。これはもう絞った大豆と水飲みのものですね。はい、それから。 調整豆乳っていうのは無調整豆乳に砂糖などを加えて飲みやすくしたものそれからこういった麦芽コーヒーとかこれ結構好きな方多いと思いますけどこれは調整豆乳にフレーバーを加えたものなるほということでそして最近多いのが果汁入りの豆乳で調整豆乳に果汁を加えたものこれ冷やすとアイスになりますからそうなんですかアイスとして食べている方も結構多かったり甘みも十分いろんな 種類がシャリシャリアイスもと書いてありますちょっと飲んでみます、金子さん、これ、無調整なんで私、さっき飲んだんだけど、今、こんなに味進化してるんだっていう、飲みやすい、さすかに甘みもありますね、そうなんです。だから昔の味とちょっと違ってきてるなというのを感じています。すここの豆乳なんででけどもちらございます。 福島県民はあそう牛乳の代わりに豆乳を使ってシチューやグラタンを作ろうと思います市販のどの豆乳を使うのが最もよいと思いますかという模擬試験がある。<laughs> これ豆乳マイスターあの受かると取れるんですけど資格これね無調整豆乳がやっぱりシチューとかグラタンに入れるといいというガネコさんが今飲んでるものですがそれで使うと美味しいという話でございますさあそしてもう一つですこちら福島県民は全国でも屈指の豆乳好きという話ですねそれをちょっとこちらで説明をしたいと思いますはいまず最初にですね家計調査のはい えーと都道府県政令都市全国調査があるあります。私よく紹介しますけれども、はいうん、他の飲料のその他ランキングっていうのはあるんです。なんですかね。他の飲料っていうのは、はい、甘酒投入アーモンド飲料青汁です。へ<ー>この購入金額どれぐらいなのか、はい、これを総じてね。うんうん、福島ははい二番目でございます。多いんですね。そして一番がガネコさんふるさと沖縄ですよ。そうなんですか那覇市？ 甘酒なのかなななのかな青汁なのかか豆乳話題になったことはありますけど甘酒ブームみたいな,な甘酒も結構沖縄飲んでるのかな、えー、じゃあこの中で福島の方どれが好きなのか聞いたら、えーはい、豆乳がやっぱり半分以上だったんで恐、ね、らく他の飲料っていうのは、はい、豆乳を結構購入してるのかなだからつまり福島県民は全国でも屈指の豆乳好きと言ってもいいのではないかというふうに思います、えー、じゃあなぜ福島県民は豆乳好きなのかというと、はい、これやっぱりね 食ですよね、昔から各家庭で大豆を育てていた、醤<ー>油や味噌なども家庭で作っていたので、大豆が昔から身近な存在だから豆乳も好きなんです、これね、一条豆腐店さんの豆乳とかね、はい、豆腐、私大好きなんですけども、<ー>ぜひ飲んでみていただきたいと思いますね。<laughs> えー、そして、はい、今まさに豆乳ブームなんですよ。 ちょっとこちらを見ていただきたいと思います。うん、第一次ブーム、第二次ブーム、第三次ブーム。ああ、そんなにブーム上がっ。ったで、特にね、二十一世紀に入って、もう右肩上がりで上がってるん。本当ですね。最初の一次の投入ブームが、千九百八十三年より前にありました。うん、これ、何なのかというと、過去の投入ブーム、うん、第一次投入ブーム、こちらでございます。千九百七十八年、昭和五十三年、うん、ヤクルトの廣岡監督、野球詳しい方知ってると思います。投入 <laughs> を飲めと言って、優勝した。ええー。<laughs> でもこの時の豆乳というのが単に大豆を絞った青臭い商品ですぐ下火になっちゃったその後の第次豆乳ブームなんですがこれ2000年代ですけども健康志向が高まりおいしい商品開発になったただイソフラボンの過剰摂取がホルモンバランスを崩すという情報発信が行われちゃってその後下火になったんですけどもえその後だん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 マーケットは広がっていって特にこの10年で急成長コロナ禍で健康志向が高まっておりますすごいんです豆乳。 豆乳って何なのかというと豆乳は飲む美容液っていいます,、えー、すか次々やっていきますよ、えー、まず最初に女性の方ビタミン B1B2 がたっぷり、えー、肌の老化を抑えるサポニンも含めて飲んでくださいそして2つ目 2>、はい、オリゴ糖たっぷりで便秘解消に期待、えー、そして3つ目はいはい。はい 女性ホルモンに似た働きのイソフラ分も成分されているので更年期の女性には欠かせないということですね絶対飲んだほうがいいということでございます <laughs> そして最近のトレンドなんですが、はい、コーヒーに入れるなど牛乳の代わりにすあこれ、はい、あれじゃないですかこういう影響もあるじゃないですかね。 スタバに行ったときなど牛乳を豆乳にして味比べしてる私もそうでスターバックスとかドトール行ったとき豆乳に変えてもらいますだからこれね、はい、豆乳自然に皆さん飲んでるんだと思います<ー>で皆さんおすすめの豆乳レシピっていうのを送っていただきまして、はい、袋麺のラーメンに、えー、下ですね豆乳を入れます、うんえー、豆乳キムチうどんあおいしそうこれまろやかになるんじゃないかなえー それから和風豆乳スープのだてー熱を加えすぎると、えー、ダマになっちゃうんで仕上げに加えるのがコツうわ体によさそうですねこのメニュー生クリームみたいに使うのかなおいしそうそしてパン作りが趣味で牛乳の代わりに使って,、えー、使ってプチパン焼いてますンもそして豆乳カレー味噌ラーメンでキャンプあこれまたこの時期いいですねいいですね豆乳グラタンに 高齢の父母も食べやすいと言ってくれましたということで<ー>もはやね豆乳はもう飲み物じゃなくて、はい、なんか調味料みたいな使い方をされてる方が多いくてい、ね、体にもいいですのでおすすめしたいと思います。